GP32 は韓国の企業ゲームパークが開発した携帯型ゲーム機。124MHz のアームアーキテクチャの CPU をベースとし 10MB の RAM を搭載している。独自カートリッジを採用する類似のゲーム機とは異なり、スマートメディアを媒体として採用し、アマチュアのゲーム開発者を引き付けた。 USB ポートで PC と接続でき、シリアル拡張ポートも備えている。発売された機種には3つのバージョンが存在する。最初の GP32 には液晶画面にライトがなく、その後フロントライトユニット版とバックライトユニット版が登場している。ブルはヨーロッパで2004年夏頃リリースされた。2004年末には、 ブルバンと呼ばれるバージョンがリリースされており、従来のブルとは液晶画面が異なる。いずれも本体は白く、ボタンは白か灰色である。プロモーション用の異なる、色のユニットもいくつか存在し、プロトタイプのデザインは市販品とは大きく異なる。もともと再生できるわけではないが、フリーウェアのグプシンネマを使うことでディベックスのムービーが再生可能となる。当時統合していた。 ゲームボーイアドバンスと比較すると GP32 の方がムービーを滑らかに再生できた。GP32 ではソフトウェアを 2MB から 128MB のスマートメディアカードに格納している。このためユーザーがメディアやアプリケーションやゲームを自由に GP32 で使用できファームウェアスラムを置き換えることができる。市販のゲームは販売店で購入するだけでなく インターネット経由でダウンロード購入することもできる。販売店で購入したゲームにはゲームを格納したスマートメディアが入っている。このゲームはそのカードでしか動作しないよう暗号化されており、ダウンロードする場合もその機体の ID を使った暗号化がなされる。オンライン購入の方が安価であり、だいたい10ドルから30ドルで販売されていた。 ゲームパークはシステムを強力で便利なものにすると同時にホームブルーソフトウェアをユーザーが開発できるようにしたいと考えていた GP32 を購入しそのユニットの ID を公式サイトに登録すると GP32 用のゲーム開発のためのツール群を無料で入手できるようになっていたまた制限つきながらそのようなホームブルーソフトウェアを公式サイトで公開することも可能だった GP32 の本来のファームウェアは暗号化されたゲームやツールしか実行できないがユーザーは暗号化したフリーランチャーを使って未登録で暗号化されていないソフトウェアも動作可能としたこのような戦略だったため GP32 は様々なホームブルーのアプリケーションやゲームのホストとして利用された代替ファームウェアファイルマネージャーゲーム各種エミュレーター RPG スクールのようなゲームジェネレーターディベックスプレイヤー画像のスライドショーなどを隠しアプリケーションが開発された GP32 上では従来の様々なゲーム機やホームコンピュータなどのエミュレータが開発移植されたこれによって GP32 上で様々な古いゲームをプレイすることができたまたマイクロソフト Windows 上に GP32 エミュレーターが開発され、GP32 用ソフトウェアを Windows 上で動作させることもできた。本体と同時発売のソフトは5つ。最終的に28のゲームがリリースされている。最後の市販ゲームは2004年12月16日に発売された Blue Angelo という RPG である。GP32 用ゲームは販売店で購入することもできるが、 ジョイグップという公式サイトからダウンロード購入することもでき、こちらの方が安かった。ジョイグップの前身として、韓国内だけで利用可能だったメガグップというサイトがあった。ただし、ゲームによってはダウンロード販売されなかったものもあり、前述のブルーアンジェロはフランスで販売店でのみ、売られていた。また、グループデラックスはダウンロード販売だけだったが、 ジョイグップ以外のサイトで配布されていた。GP32 用の市販ゲームは少ないが、前述したように多くのオープンソース、フリーソフトウェアの開発者が、各種エミュレータや PC ゲームの移植を行った。また、アマチュアの開発者が様々なゲームを開発し、無料で公開していた。ゲームパークは GP32 用ゲームのリリースに対して、ロイヤリティの支払いを求めなかったため、 小規模の開発者が GP32 用ゲームを開発することが容易になっていた。エリクソンの小型キーボードの修正版が GP32 に接続できるようになると数々の Linux 移植プロジェクトなどソフトウェア開発がさらに盛大に行われるようになった。また各種エミュレータにもキーボードサポートが追加された。ゲームパークは2006年3月に倒産したため、 現在 GP32 を入手するのは難しい。GP32 は韓国と一部のアジア諸国で発売された。ブルバンは2004年6月15日にポルトガル、スペイン、イタリアで199ユーロの価格で発売された。イギリスやスウェーデンでも正規の代理店が販売している。しかし南北アメリカではリリースされず通信販売でしか入手できなかった。 世界的なリリースとはならなかったが、ユーザーや開発者のコミュニティは世界的な広がりを見せている。2007年末までに約3万台が販売された。GP32 のバックライト版のうち2004年12月にリリースされたものを俗にブルと呼ぶ。これは使用している LCD ユニットがサムスン製ではなく台湾のメーカー製になっており、一部アプリケーションでは 画面に白い線が現れるなどの非互換が発生した。ただ次第部分のアプリケーションはむしろコントラストが改善されている。バックライト版は正式にはすべてブルと呼ばれていて、ブルという呼称はコミュニティが両者を区別するために名付けたものである。ありがとうございます。